皆さん、こんにちは。おかチャンネルです。今日はパート5、1日5問の第58弾となります。ポイントの1と2は変えてませんので、見ておいてください。ポイントの3ですが、ふと僕も最近というか昔から思ってるんですけど、なんで英語には例外が多いのということですね。結構、日本語にもあるんですけど、英語の例外の数っていうのは、日本語のそれに比べたら結構多いんですね。でなぜかというと、答えはシンプルで、ちょっとこれを見てください。以前に先月か先々月かにモントリオールの発表会学会で喋らせていただいたことの一部のパワポなんですけど、これ見ると英語っていうのは、これ language tree って言って、言語の木ですね。でその中で英語はここにありますね。ここその前にここにインドヨーロピアン語族っていうのがあるんですね。その中にヒンディー語だったり、ロシア語だったり、アラビックだったり、スペイン語だったり入ってるんですけど、英語っていうのはここにあります。でこれよく見ると、英語っていうのはダッチとかジャーマンとかって書いてありますが、いろんな言語から、特にラテンですね。ラテン系の言語からの影響を受けてます。つまり、影響を受けてる過程で、ちょっと変えよっか、こうしよっかっていうのが起こりました。例えば発音とかもそうですけど、ナイフっていうのはドイツ語から来てますが、ナイフね。あれはナイフの K 発音しませんね。でなんで K 発音しないのって思いませんでした昔。例えば I know の know もそうですね。K 発音しませんね。なぜかなと思った時に、その音が変わっちゃう過程があるんですね。変わっちゃう過程が。だから、いろいろと例外が生まれてくるんですね。でドイツ語でナイフのことをクニーフとか K 発音するんですよ、確か。クニーフェとかっていう発音ですね、おそらくね。その K が落ちちゃった形で伝わったのが英語のナイフです。だから K 発音しないよとか。発音で言ったらそういうことなんですけど、そういういろんな言語から来てるので、英語っていうのが。そこから例外が自然に生まれるということです。言ってみたら、伝言ゲームみたいなもんですね。伝言ゲームって何か言った後に、分かったって言って伝えますね。その時に必ずずれますよね、どっかしらで。100% 伝わることってないんですね。で、言語とか情報っていうのは 100% 伝わらないので、ちゃんとしっかりは。だからどこかしらでその差が生まれてきて、その差が多いのが英語です。なので、こう見ると英語はいろんなところから影響を受けてるんだよと。だからこそたくさんの例外があるということです。ちなみに日本学校ですね、日本語はどことも、韓国語と近いですけどね、あんまりシェアしてないんですね。言語のクオリティというと質をシェアしてないんですね。そんなイメージです。だから多いんだよということをちょっと覚えててください。だ例外があった時に仕方ないなと、英語はそんなもんだなということです。ちなみにこの学会では第二言語習得の方法とかを話してますので、2回にわたってお届けしてます。確か先月か先々月上げたと思うので、YouTube にぜひご覧ください。では116番、早速いきましょう。30秒でどうぞ。では116番いきましょう。Ms. O's proposal highlights a 何とか strategy for decreasing the company's transportation costs in the coming year. これは、A プラス形容詞プラス名詞ですね。なので、形容詞なんですけど、この中で、全部一応形容詞として扱えるんですね。Surrounding っていうのは周囲のって意味ですね。周りの周囲の。そして Securing っていうのは一応 Secure の形容詞形というか ING 形で一応形容詞なんですね。で、Secure っていうのは Security から来てます。安心させるとか確保するって意味です。席を確保するっていうのも secure the seat って言いますね。 C の relative っていうのは相対的なとか関係性のあるって意味ですね。 relation から来てます。これは関係性 relation なんで相対的なって意味です。そして D の comprehensive、 これが答えです。これは総合的なとかもしくは包括的なって意味があります。つまり O さんの提案っていうのはハイライトしてますよ。ハイライトっていうのは強調してますよということです。 emphasize と一緒ですね。強調してますよ。何をって言ったら、この包括的な、総合的な戦略を、ストラテジーで。何のためにって言ったら、decreasing the company's transportation cost。会社の輸送費、transportation cost っていうのは輸送費ですね。輸送費の削減をということですね。で、いつって言ったら、in the coming year。次来る年の、つまり来年のということでした。なので、一応これは文脈で選びますね。文脈で答えが D ということです。
一応大切な単語を書いていきましょう。ということで書いてきました。Highlight、強調する、Emphasize と一緒ですね。そして Strategy、戦略、Transportation Cost、輸送費とか運送費ですね。あとは Coming Year、これから来る年なんで、来年の、もしくは次の年のってことですね。そして Comprehensive、包括的な、総合的なという意味でした。最初から難しい単語が揃いましたね。結構難しい語彙ですね。では、117番、こちらも30秒でいきましょう。どうぞ。では117番いきましょう。To receive Nantica updates regarding your journal subscription status, please provide an email address on the order form. これは Nantica updates ってあるんで、単純に形容詞名詞でいいでしょう。形容詞探しましょう、この中で。一つしかないですね。答えが Day です。Day の Periodic です。定期的なって意味です。Periodic。一応紛らわしいので書いておきました。Periodic っていうのは定期的なっていう形容詞ですね。で、period っていうのは A も B もそうですけど、期間っていう名詞ですね。C の periodical っていうのは定期刊行物になります。月1で出てるやつとかね。年1とか。まあ年1は何もないのか。まあそんな感じです。で、意味としては、このジャーナルはまあ専門誌。だから専門誌の購読の状況に関して、アップデートを定期的に受けるためにはってことですね。つまり定期的なアップデートで、このperiodical updates になってますね。定期的なアップデート。そのためには、please provide an email address。なんで、email アドレスを教えてねということですね。ここに。on the order form。注文用紙にということですね。order form というのは注文用紙になります。大丈夫ですか？ちょっと難しかったかもしれませんが、一応文法で答えられる問題でした。大丈夫ですか？では、118番。こちらも30秒でいきましょう。どうぞ。では118番いきましょう。なんとか When they are away conducting business, members of the sales team are usually available by email. これ何もなくてもいけそうですね。When they are away conducting business, 彼らが外出先でビジネス、まあ仕事をしている時でも Member of the sales team 営業チームのメンバーは E メールで連絡取れますよということですね。なので特に何もいらない場合っていうのは副詞があります。副詞はこの中でA, B, C, あ、A, B, C 副詞ですね。D だけは接続詞なんで、もう D はカットしてください。Weather っていうのは何とかがどうかという意味なんでカットです。A, B, C で見ていくと、まず A は違いますね。Boss っていうのは来ません。Boss when とかって来ませんね。なので B か C です。答えが B です。何とかの時でさえもっていうふうに Even っていうのは副詞として強調します。だから彼らが外にいる時でさえも連絡取れますよ、E メールでということですね。なので、文脈と文法で選ぶ。結構難しいですね。書いてみましょう。ということで書いてきました。強調の even です。そして、conduct っていうのは、carry out とか do とかと一緒ですね。実施するとか行うって意味です。授業を行うときも、carry out class、conduct class、do a class って言いますね。そんな感じで、この3つはぜひセットで覚えておくといいでしょう。それでは、119番いきましょう。こちらも30秒でどうぞ。Yeah? What's up? What? Did Katie come back? Yep. She came? Hey, she
came back last night around 7, 8, but I was in the gym and then I went back and she was talking to her. Then she left around 7 in the morning. This morning? This morning. She's not this here. Morning? No, maybe not. Why? No. I don't know. I just haven't seen her. I haven't seen her yeah, in haven't 3 weeks. Oh, yeah. So, when do you want to have this meeting? Maybe tonight, but tonight I'll be back around 9:30. You know I'm never home. Yeah, I know. Okay. I don't know. Okay, yeah. Well, or tomorrow. Call and tell me. Yeah, okay, just, yeah. Okay. Like, keep you posted. Yes. Okay, perfect. Cool. Okay. Yeah. Have a good one. という感じでちょっとね今たまたまメキシコに住んでる、ジャマイカ人の女の子がいて、あのパーティー好きの女の子なんですよ。毎日もうパーティーに行ってるんですね。でオーナーさんもいるんですけど、オーナーさんはメキシコ人 で結構厳しいオーナーさんで、あんまりパーティー行くなよとか、接触すんなよって言ってくれるんですけど、でオーナーさんも結構ねでもねパーティーに行っちゃうんですよ。それでオーナーさんがこの間、ガテマラに行って、彼氏がガテマラでビジネスをしているオランダ人なので、2週間か3週間行って、で帰ってきたのは昨日の夜なんですね。でも朝もういないんです、あのオーナーさんが、あの仕事行っちゃって、ヨガの先生で、で今どこにいるのとかっていう話をしてて、でなぜかというと、ちょっと長くなっちゃうかな、そのジャマイカ人と僕がこういる3週間の間に停電が3回、水が切れたのが2回、停電、水、ガスが消えたのが2回あって、まあメキシコなんで僕はしょうがないなと思ってる人なんですけど、まあ、彼女曰く、ジャマイカ人のその女の子曰く、いやちょっとそれひどいよねと、僕らはいつか3人で会議しようよ、いつにするっていう内容の、あの、ね、話でした。一応時間が合わないんでね、それぞれみんな、僕も夜になるとジム行っちゃったりするのでなかなか難しいんですけど、ちょっと明日あたり会議したいなと思います。なかなか難しいですね、人と一緒に住むのはね。僕は好きですけど、違いを味わうっていうのは、うん、ただなかなかねルールとかね決めるのは難しいところでもあります。まあ勉強になってます、僕はすごく。119番がね解説だね。では119番改めていきましょう。 There is a coffee machine なんとか located on the second floor of the Tabor building。 これは There is a coffee machine で終わってますね。なんで副詞なんです。ただし ABCD 全て副詞なんで今回は文脈です。文脈の問題でいくと、コーヒーマシーンがありますよ。どこにって言ったら2階にですね。なんでここだけで十分です。あとは文脈でいくと、コーヒーマシーンが備え付けてありますよ。一番いいのは答えは A の conveniently です。便利にということですね。便利にそこに置いてありますよが一番いいでしょう。それ以外だと、B だとわずかに置いてありますよとおかしいですね。slightly、わずかに。C の considerably っていうのは相当なって意味です。相当に置いてありますよってのもおかしいですね。で、eventually っていうのは結局って意味です。結局置いてありますよってなんかちょっと微妙ですよね。一番いいのは答えが A です。確かにこれ B で、イベントで結局置きましたよならいいですね。There was とか、もしくは They ですね。They located a coffee machine eventually ならいいですね。彼らは結局そこにコーヒーマシンを置きましたならいいんですけど、この文脈でいくとちょっとおかしいので、答えが A の conveniently、便利にという意味ですが、まあこの文脈で言ったら、まあ2階の便利なところにありますぐらいでいいでしょう。ちょっと訳しましたが。ということで重要な単語を書いてきました。 conveniently 便利に、 slightly わずかに、 considerably 相当かなり、 eventually 結局最後はということでした。難しいですね、結構ね今回難しい単語多いですね、なかなかね。さあラスト120枚いきましょう。30秒でどうぞ。では120枚いきましょう。 The editor granted Ms. Porter a deadline なんとか so that some information in a building renovations report could be updated。 これはあなんとかなんとかですね。 deadline なんとかで一番セットになりやすいのを選びます。締め切りのなんとか、これ答えが延長です。延長が C の extension です。まあ、紙のエクステンションありますね、紙につけるエクステンションとかもね、エクステって言うんですよ、あれ多分ね、エクステわかんないけど、まあこれで言ったら締め切りの延長です。
締め切り日の延長をポーターさんにあげましたよ、その編集者は。ここに書いちゃいましたが、操作と SV っていうのは SV するためにって意味です。この場合だったらいくつかの情報がちゃんとアップデートされるためということですね。で、何の情報かって言ったら、この彼女のビルの修繕とか改修ですね、レノベーション、改修の報告書がちゃんとアップデートできるようにって意味があります。なんでこのSO THATっていうのは目的を表します。 SV できるようにという意味です。大丈夫ですか。まあ、ただこの問題は文法で選べるんで、単純見た瞬間に Deadline Extension で名詞名詞複合名詞ということですね。これが分かっていればできるはずです。大丈夫ですか。書いていきましょう。ということで書いてきました。 Deadline Extension、 締め切りの延長、 Extend、 延長するという動詞ですね。 Extensive というのは広範囲のっていう形容詞です。そして最後に Grant、 与えるというちょっと難しい単語がありましたね。なかなか今回の問題5問すべて、振り返ると文法文脈、文法プラス文脈、文法文脈、結構バランスもいいですし、なかなか難しい語彙がありましたね。なかなかね、この116から120の真ん中の問題にしては結構骨の折れる問題だったと思います。できましたか。5問中どうでしょうね、600点レベルだともしかしたら3問とか2問とかかもしれません。難しかったんで今回は。ただこういう場合っていうのは後半が簡単だったりするので、まあ全体の30問で何問取れるかっていうところに焦点を置きながらやってみてください。それではちょっと今日は長くなりましたが、お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。オガチャンネルでした。失礼します。あ、もしシェアハウスとかのこととか誰かとシェアしたいんだけどっていうね、このルーメイトたちとっていう質問があったら何でも言ってください。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っています。ぜひホームページをご覧ください。